2歳ぐらいからはね、これで食べてたね。そう、これ日本人でよかった。ね、これしっかりしてんですよね。シラスなんだよね。はい、こんにちは、服部幸男です。前回はですね、僕の好みのね、ご飯の炊き方をね、ご紹介いたしましたよね。今回はですね、もっともっとご飯の進むね、僕のお気に入りのですね、お供をですね、ご飯のお供、紹介したいと思いますよ。これが僕のね、大好きなね、柔らかい炊き方をしたご飯なんですね。さあ、これをですね、ちょっと、どんなね、ものをね、一緒に食べたら美味しいか。僕いつもね、それを食べた時に思うことがあるんですよ。後からそれをね、ご紹介しますね、食べながら。見てください、僕の柔らかい。なんじゃこりゃっていうね、感じですけどね。ですから、この柔らかさがね、すごくまたね、マッチするようなね、ね、お供なんです。今日これ来ましたね。これはね、のりはんさんのね、焼き海苔なんですよね。これをね、この柔らかいご飯、これにですね、巻きつけるんですけどね。海苔はね、両面なんです。これが裏なんです。これ表なんですね。そしたらね、このね、ザラザラっとした方、これの方にこうつけるんですよ、お醤油。その方がたっぷりつきますからね。そして、棒をつけて、そしてご飯でこうやっていただく。これ皆さんよくやっておられるやつですよね。まさに、当たり前のやつね。美味しい。こうやったらね、ペロッとね、そう、これ、そうですね、丼までいかないけどね、これ2つ分ぐらいいけちゃいますね。校長先生、この食べ方はいつから好きなんですか？これはね、子供の時からね、もうそう、生まれてそれこそね、2歳ぐらいからはね、これで食べてたね。ですからこんな柔らかくないですよ、その頃は。うちは固めでね、炊いたやつで食べてたんですけど、しかしこの食べ方は一番、これ基本中の基本でしょ。のりはんさんはね、もう古いんだよね、昔から。そうだな、まあ、あの辺りに料亭が多かったのかな。ですからすごくね、そういう料亭に収めるいいものがね、揃ってたんですね。ですから、まあ、そういう意味では伝統的にそれを守ってるっていうところが僕好きなんですよね。浜田屋さんのね、これ日本橋にある浜田屋さんのね、実は、ね、昆布のですね、佃煮なんですよ。こういう感じですね。これとですね、これがまたね、マッチするんですよね。ですからね、必ずこうやってね、こういうふうにしてね、まず食べるんです、僕はね。ご飯と一緒に。いや、美味しいなぁ。このくらい入れるんですね、ガサッと。ちょっと多めにね、入れちゃいましてね。深蒸し茶でね、見てください、この深蒸し茶で入れたらこんな色してんの。これ。これ、こんな青いのよ。ね、ほら、これでいただくとね、いやー、日本人でよかった、生きててよかったなと思うんだ、これが。これはね、5歳ぐらい。早い。早い。もう、いや、これもうずっとうちはね、この浜田屋さんの食べてたのね。ご飯は、お茶漬けにする場合はこんな柔らかいんじゃなくて、硬いのでもいいんです。それにお茶を入れて食べる。ただお茶がね、実は違うんですよ。これね、深蒸し茶って言ってね、ものすごい量をね、たくさん入れるの、これに。お茶っ葉3倍ぐらい入れるんですよね。そしてね、熱々。それもね、95度ぐらいのお湯をね、ざっと刺すの。お茶漬けをやるときはね、深蒸し茶。静岡のやつですけどね。熱々でね、お湯を入れて、素晴らしいものができますよ。はい、こういう感じですからね。出来たてじゃなきゃいけないの、ご飯が。はい、できましたよ。さあ、バッと開けて、出来たてでね、熱々出てこなきゃいけないの。時間待っちゃダメ。待ったらね、何でもない味になっちゃうのよ。そこはね、
皆さん気をつけていただきたいと思います。はい、これ梅干しですね。これ本物の梅干しね。あ、カラカラなんですよ。辛いんですよ。だけどね、これが本物じゃないとダメな。今ね、この中にね、化学調味料を入れてるやつがあるの。あれダメ。こういう本物の塩だけに漬けたやつが最高なの。これが一緒にこう入れてですね、これが溶け出して、これがまた美味しいんですよね。あ、美味しい。浜田屋さんって佃煮いろんな種類があるみたいなんですけど、なんで昆布が一番好きなんですか？あのね、まあいろんなものあるのよね、佃煮。まあ、浜田屋さんってね、料亭なんですよ。料亭ですから、そこではね、例えばアサリの佃煮だとかいろんなもの出してるんですけど、ただ僕はなんか知りませんけど、このね、昆布の佃煮が大好きなのよ。好みでしょうね、うん。はい、次にご紹介するのはこの松坂牛のですね、牛しぐれですね。まあ、僕はねこれね、白いご飯でねいただくときね、やはり日本人でよかったなっていうふうに思うんですね。最高です。こうやってですね、こう持ってですね、こうして、さあこれを乗っけますよ。いやーね、これしっかりしてんですよね。ガチッとした感じですよね。食べて、まず口入れてみましょう。うん、これこれ、この味や。うん、ご飯はね、僕はね関西風のね、いわゆるこう少し柔らかい、いや、この炊き方が好きなんですよ。これもうするとね、こういうものが馴染むんですね。うまく関東風だとね、硬すぎちゃってね、うん、あれだけど、これはね本当にお腹に優しいんですよね。何なんだろうな、このね醤油がね、甘さと一緒に染み込んでね、うん、もうこんな美味しいものはありませんね。他にも校長先生が好きなご飯のお供って何かありますか？実はね、しらすなんだよね。で、しらすでね、揚げたてっていうのはね、まあ、ふかして茹でたものをね、それをね、しらすをバッとご飯の上に乗せますね。そしたらね、大根おろしをね、上にべちゃっとかけてね、お醤油をくるっと回すの。それで食べんのよ。これが美味しいんだわ。あれは参っちゃうね。はい、今日はですね、僕のお気に入りのね、ご飯のお供をね、ご紹介いたしましたよね。皆さんもこれでたくさんのね、お米を食べていただきたいと思いますね。バンバン食べましょうね。皆さんのね、おすすめのご飯のお供がございましたらね、また私にね、ご紹介いただけると嬉しいですね。よろしくお願いします。お待ちしてます。この動画が良かった方はね、いいねボタンピッピッお願いしたいですね。そしてね、チャンネル登録お願いします。